識が戻りましたか、千歳。伊豆地彼方の因果崩壊によってあなたの魂は狭間に囚われていたのです。狭間、私を助けたのか。うわ、バカな、なぜだ。私は恩師を殺そうとしたのだぞ。体ばかりか、心まで鬼となり果てた。それなのに恩師は私を救うというのか。なぜだ。うん、普通に素直にこれでいこう。場所を探していたな。教えてやろう。お、伊豆地彼方を見つける方法を。あるのですか、そのような方法が。神垣の巫女の千里眼を使うがよい。千里眼、私の千里眼を。ダメなんじゃないの。恩師は鬼の体の一部から思念を読み取ることができるのだろう。私の半身はいわば伊豆地彼方の一部。この体に触れ居場所を探ればよい。なるほど。伊豆地彼方の一部、それが本当なら確かに可能です。よろしいのですか、千歳さん。私もかつてもののふの一人だった。悪の怪人となるまでは。正義の味方は世界を救うものだろ。千歳、行け、モノノフたちよ。それが恩師らの使命ならば、私はそれを見届けよう。砂となって朽ち果てる時まで。そうと決まればあとは任せていいな、キッカ。はい、全身全霊をかけて必ず敵を見つけます。さあ、やっと親玉と戦えるぜ。ようやく来たな、歌方一の伊達男の見せ場が。寝言は寝ていい、今じゃ俺が一番いい男だお前そういうキャラだったのか。バカ言うな、どう見ても俺の方がかっこいいだろう。どっちもどっちって感じかしら違うな歌方一といえば、かつてはヤマト様がヤマト出てきた説明禁止いや待て、私は先輩こそがこの里一立派ないや女だけどやれやれ、少しは静かにできんのかお前たちそれは無理な相談だなあら、いいじゃない、賑やかなのは大好きよ。ここまで来たらうんぷてんぷ、とりあえず楽しみましょう。ならば行くか、リンネ。え、ヤマト殿。俺たちを率いてくれるな。お頭が？いや、やんねえ、ここは任せてってな。はい。それでいい。強くなった。お頭が。決戦は明日黎明。それまでに各自準備を整えておけ。オーケー。伊豆地彼方を撃ち、千年の帳を破る。任しとけ。さて、とりあえずイベント起こそう。うん、イベント起こそう。うん、まあとりあえず一人一人ね話を。子供の時にこの里に来て、それからずっと見守ってきました。子供たちの遊び回る姿を、皆さんの眩しい笑顔を。
その全てを守りたいと思いました。けれど本当はずっと恐れていました。力を使うたびに縮まる命の灯火に震えていました。その震えから解き放ってくれたリューボンさんのために私は祈ります。英雄に導きあらんと。ヤオロズの御霊が千年の時を結ぶ光たらんと。無理すんなよ。君と初めて出会った時のことを思い出す。あの時はまだ吉川を守ることしか頭になかった。だがいつか守りたいものが増えた。この歌方に集った仲間たち、そしてリューボン、君を守ろう。私の全てに変えてよろしく。戦いは明日、両名でいいの？使ったことないだろ、両名ね。それまでに戦闘準備を、戦準備を整えてください。信じてます、リューボンさん。必ず帰ってくるって。おう、リューボン、今ならはっきりわかります。千年戦ってきたのはあなたに出会うためだった。どうか結んでください。消えていったあまたの命を、歴史を、この一瞬にかけがえのない今に任しときな。あ、もういいか、後で。お、こんなところに何のようだ。クヨ、そちらこそ戦の準備があるのではないか。妻に挨拶をしにな。この地に眠る俺たちの仲間に。あれが行ってからもう10年か。モノノフ訓練兵731期生、生き残っているのはもう私とお前だけだな。長い歳月が過ぎたものだ。私はお前が嫌いだった。モノノフの才能にあふれ、将来を渇望される若き英雄、目前だが周囲に慕われ、いつも仲間たちに囲まれている。これ目前ん違うな、寡黙だが周囲に慕われ、いつも仲間たちに囲まれている。私が望んでも得られるものをお前はいつも持っていた。神々、奇遇だな。俺もお前が嫌いだった。そこかよ。揺るがぬ信念で一人暗夜を行く。誰にも理解されずとも動じることなく、人であることを捨てられる覚悟、その全てが気に入らなかった。道は分かたれた。もう交わることはない。違うな、間違っているぞ。クヨ、何？全ての道が分かれているから何度でも交わるのさ。お前と俺の道がこの歌方で交わったように。やはりスカヌナ、お前の言うことはいつも私には遠い。遠ければこそお前に届く、近くては聞こえぬ言葉が。戦も近い、そろそろ本部に戻るぞ。先に戻っていてくれるか。俺には待ち人がある。待ち人だぞ。待っているのさ、ここにあやつが来るの。そうか、ならば私は退散するとしよう。見守ってやれ、お前の愛したものを。必ず勝て、ヤマト。分かっているさ、クヨ。いいイベントだった。あの二人はね、確執かと思ったけども、ね、心底認めてたってことかな。先輩、私もあなたも戸様。けれど、そんなことは関係なかった。本当に大切なのは、何者であるかより何者になろうとするか。その強い意志だけが人を前進させる。だから私は行く。どこまでもあなたと共に。よっしゃ。おい、お前いつもそこにな。リューボン、いつかお前に言ったな。お前とならどんな鬼にでも勝てる。大曲時の戦から8年、俺たちは負けっぱなしの戦をしてきた。だがそれももう変わる。俺たちは反抗に転じる。今この瞬間から、千年分の願いが俺たちを最強のモノノフに変える。行くぞリューボン。
全ての人の魂をこの身に背負って。かっこいい。大切なものは全部すぐになくなっちまう。それが怖くて怯えてた。人と深く関わりすぎないように軽薄な道化を演じて。けれどそれも終わりだ。大切なものは俺の目の前にあるんだからな。それを守るために自分の全てをかけて戦う。それが歌方一の伊達男ってやつだ。そうだろ、リュウボン。かっこいいね、おい。いらっしゃい。ああ、見た目はね、俺もうね、これ、結構ね、サイトとか見て、もう動かしたくないんだよね、このスキル。だから、この辺の調整はね、もっといいのはね、この先のレベルにあったりとか、他の見た目にあれば、頑張ってやります。新聞姉ちゃんいなくなっちゃったね、すっかり。そっか、魂取られちゃってんだね。てめえと会ってからまだ半年くらいか？え、そんなもんなんだ、時間の経過。ずいぶん長いこと一緒にいる気がするぜ。てめえのおかげで、俺は仇を出た。その借り、ここで返すぜ。心配すんな、死んだ連中が俺たちの背中を押してくれる。俺たちの後ろには何百何千っていう軍勢が控えてる。なら負けねえ。だろう、リュウボン。だな。抜け荷に過ぎぬ自分を拾ってくれたのはお頭。そして仲間に迎え入れてくれたのは貴殿。だから自分は飛ぼう。どんな鬼が相手だろうと、貴殿のそばで。この命のある限り。かっこいいよ。思い出すわね、リュウボン。君と一緒にミフチを倒した頃のことを。ああ、そうだね。最初の初鬼がね、ミフチだったんだね。二人とも新人同然で大型の鬼を倒したことなんてなかった。でもここまで来られた。いつか、いつも君がそばにいてくれたから。ありがとう、リュウボン。もう怖くない。何百年流されたってそこで生きてみせる。私は歌方のモノノフなんだから。強いな。あー、待って。そこまででかいイベントを動かす前にみんなの話を聞いておこうかな。私は東大一の天文学者になる。だからあんたは東大一の医者になりなさい。友との誓い、未だ果たせておりません。だから精一杯生きなければなりません。私の命のある限り、誓いを果たすため。参りましょう、リュウボン様。私があなたを死なせません。おお、そうか。行くぞ、ヤマト。待っていたぞ、リュウボン。アマトの見た目を宿すムスヒの君よ。伝承にうたわれた英雄と共に戦えたのは幸いだ。お前と出会ってからもう随分長い時が過ぎた気がする。感謝する、これまでの全てに。お前の魂結びの力か。先ほどから俺の中の御霊がうずいていたな。おお、お前に自分を託せと。この地のすべての御霊がお前に力を貸したがっている。だから結べ、八百万の御霊よ。俺の中の獅子の御霊を。誰だ。あ、誰。ウジヤスか、すげえな。お前に託す俺の半身を。行くぞ、リュウボン。あまたの御霊がお前を支える。俺がお前を支える。行こう。ああ、目指すは敵の罰、雷鳴の荒野。俺もお前も、所詮は人。だが人だからこそ、魂を結んで戦える。千年の結び、その手で未来に受け渡せ。よっしゃ。さあ、そして村の用事だが、お前すげえ邪魔。うい。ああ違う。はい。ああ違う。すみません。ちょっと待って。オッケー。はいよ。オッケー。さて、女性の時間でございます。相変わらずなあれがいないね。しょうがない。全員究極の中で俺次はね
気力回復系、気力上昇、これで行こうかな。私を誘うなんて物好き。でも嬉しい。中か。でも上がいいね。配信力上昇。ラスボスかな次は。結構長いイベントだったので、とりあえず。あ、ほらほらほらね、一番上に来てるんだよ。使いやすくなったね。一番使うのはこの3つだからね。ん？オッケー。じゃあもう本当に次のラスボスいける。ラスボスかどうか知らないわ。次の任務いけるかどうかの確認だけして、いやこれはちょっとあれだな。あ、明日？え、待って、ん？なんだ？まだなんかあるってこと？パッと見、おー、リンネ。これさ、こうやって話しかけたらどうなんだ？あ、関係ないね。あら、あなた、戦の前の挨拶回りかしら。その通り、大したものだ、リュウボン。仲間を統率し、あまたの御霊を結び、この地に兵たちを集結させた。他の誰にも成し得ぬ貴様の功だ。レキが援軍を出すと私に訴えた時、あの子の目には強い意志が芽吹いていた。貴様のおかげだ、リュウボン。礼を言わせてくれ。おかげであの子は強くなった。一つ貴様に託したいものがある。さっきから私の中の御霊がうるさくてな。おお、誰だろうね。貴様に自分を託せと。女とは限らないぞ。この熱い女だった。誰？私と遊びたいならその腕一本かけな。何同士、茨城同士。ちょっとセクシーな、あ、やべ、ちょっと今飛ばしちゃったけど出しておきます。上にあればいいけど。ジャジャウマだが必ず役に立つはずだ。それとあの子、礼儀を頼む。私の可愛い部下だ。まだ幼いが、いずれもっと強くなる。己自身の道を見出す強い意志を貴様からもらったのだから。では行くぞ、リュウボン。北の鬼との戦に終止符を打つ。よっしゃ。どっちの口調が本当の私かだと。さあね、忘れてしまったわ。じゃあそろそろ行きましょうか。水地彼方と野郎を倒しに。それが終わったら私とパクチでもやらないかしら。お前、見たまに影響されたのかなんだか知らんけど、好きなのよね。うんぴてんぷってやつが合ってる読み方。あはは、そんな顔しないでちょうだい。気が向いたらでいいわ。さあ行くわよ。俺が行くわよって言ったらただのね、オカマみたいな。よし、これで全員か。ね、部屋に入って、うん、おびど、リュウボン。私は信じている。K ならばきっと。頭の中に不思議な声が響いてくる。お？なんだ、リュウボンではないか。あれ？なんだよ、さっきお前が話しかけたんだろ。あー、そういうことね。最後に私に会いに来てくれたのか。何、縁起が悪い。はは、そう心配すんな。ケイと私が力を合わせれば勝てない鬼などきっといない。結べぬものなどきっとない。千年前、私は伊豆地彼方に敗れた。何度戦っても結果は同じだろう。けれど千年の時は流れ、私はケイと出会った。そしてケイならきっと伊豆地彼方にも勝てる。それが歴史の意味だ、リュウボン。
紡いできた歴史が我々を支えてくれる。だから決して鬼になど負けない。100万の軍勢が我らと共にあるのだから。そうだろ、ケイラ。おうよ、四天王を筆頭に任せとけ。西軍総大将が鬼を食らってやる。しくしく、あの人に会えるのならお前火つけるなよ。どんな鬼にでも勝てる策を授けてやる。再び魂を串となし、音もします。おめえと一緒に戦わせてもらおうかい。嫌だな、また僕の名声がとどろいてしまう。身分の狼がお前の背中を押してやる。奥州17万騎が道を開いてやる。行こうか主、それにわらべも時代に新たな風を吹かせに。うん、行くぞ龍凡、遠い過去と遠い未来を結ぶために。一緒に行こう。うん、私はいつもケイと共にある。最後に一言だけ言わせてくれ。ずっとそばに来てくれてありがとう。よし、では行くぞ龍凡。何時に英雄の導きがあらんことを。んー、ギリギリだがちょっと噛んだ。だけどこの後寝るんだよね。こんなに盛り上がっといてあれだけど。どうだ、イベントだ。さて行くか。決戦の時だ。ここから先は頭も隊長もない、ただのモノノフとして死力を尽くすだけだ。やれるさ、俺たちなら。準備はよろしいですか。千年の戦いに決着をつけるために、これより進撃を開始します。うん、来た、ラスボスだろ。セリフはどうなんだ。行きましょう、人の世の未来ってやつをつかみに。千年の間に消えた願い全部まとめて背負ってやるさ。似てない。行こうリュウボン、君と一緒ならどこにだって行けるわ。行くぞリュウボン、鬼を撃ち生きて戻る。この人の声真似できねえ。行くぞリュウボン、君に私の命を預ける。さあ大一番だ、たまには気合い入れていかないとな。派手にぶちかますぜ、千年ぶりの大喧嘩だ。およ聞いたっけ。行こう先輩、故郷を失った全ての人のために。自分はもう忍びではない、鬼を撃つ鬼もののふなり。友との誓いを果たすためどこまでも共に参ります。頼んだぞリュウボン、必ず勝って参れ。クワハハハ、今こそ決着をつける時です。いざ全力前進です。行けリュウボン、私は恩師を最後まで見届けよう。みんな応援してくれ、皆さんと一緒に行きます。今度こそ大切なものを守るために。はい、お前一だけ話。あ、そうだね。さあ、ちょっと見るね。見るだけ見るだけ。これか。何こいつ。水地かなった。なんか2本の触手があって、腕が何本もって言ってたけど、まあまあ。超弱そうだけどね、こうやって見ると。よし、そういうこと言わない方がいいね。ちなみに、ステージはどこ、水地かなたっていうとこか。はい、あー、ドキドキする。今回はこれで終わりにしたいと思います。次回はね、まあ普通にね、普通に予想通りだとしたら水地かなた倒して、その後エンディングってなんのかな、どうなんだろうね。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。またな、ね。